放置新聞は、かつて、日本で発行されていた、日刊新聞の第五を、1872年に創刊された、郵便放置新聞が前進。明治末から大正期にかけて、東京五大新聞の一角を占めた有力紙の一つで、直営販売店制度の開始、日本初の新聞写真の掲載、日本初の女性ジャーナリストの採用や箱根駅伝の創設など、新聞紙、 社会史に大きな足跡を残した。第二次世界大戦後は、スポーツ史、スポーツ放置となった。郵便放置新聞をもとにした、西京新聞1872年7月15日、前島秘書からによって、郵便放置新聞が創刊された。早々期には、旧幕臣の栗本常雲が主筆を務め、藤田茂吉、矢野流敬らの民権運動家が編集に携わったり、 気候を行ったりした。1877年に西南戦争が勃発すると当時記者であった犬飼岳氏による従軍ルポ戦地自家法を掲載している。1881年、矢野隆慶は大隈重信と図って同社を買収。犬飼岳氏、尾崎幸男らが入社し、立憲会新党の機関士となった。当時記者だった。 原高氏はこれに反発して退社している。正論新聞は自由民権運動の体調とともに人気が低下。1886年に同社に迎えられた三木善八は漢字の制限や小説の連載などを行い、新聞の大衆化を図ることになる。1894年に三木善八が社主に就任、同年12月26日、放置新聞と解題した。 1898年には案内広告の始まりである職業案内欄が創設された。放置新聞がこの欄を創設したことの最大の功績は掲載された構成係募集を見て入社した松岡元子が日本初の婦人記者となったことであろう。1901年1月2から3日付紙面では20世紀の横とを掲載。 20世紀中に実現すると予想される23項目の事柄が書かれている。科学技術に関する部分はほとんど実現したが、自然や生物学関係は外れているものが多い。1903年、市場で村井原斎の小説、食道楽を連載開始、日本にグルメブームをもたらす。同年、新聞直営転生を開始した。1904年には、 川上貞役子の写真を掲載。これは日本初の新聞写真であった。1906年には勇敢の発行を開始する。また1906年には日本で初めて二色刷りの新聞印刷を実施した。1913年の第一次五権運動では政府系と見られて群衆の襲撃を受けた。1916年12月15日内閣交代を批判した。 社説、言動の宮中沈入を掲載し、新聞紙法違反で発禁、告発された。1920年には、東京箱根間往復大学駅伝競争を創設した。明治末から大正にかけて、東京で最も売れた新聞で、東京号大新聞の一角を占めた。1923年の関東大震災では、社屋の消失を免れたものの、その後は、 大阪を基盤に置く、東京朝日や大阪毎日の参加となった、東京日日の台頭によって、部数を減らすことになる。1930年には、講段社の野間清次に買収され、販売方針を見直す、統計努力を重ねたが、結局振るわず1941年に講段社は、撤退。一時政界引退を余儀なくされていた、三木武義に譲渡した。しかし、 戦時下行われた新聞統合により、1942年、読売新聞に合併された。放置の名前は読売に引き継がれ、読売新聞は読売放置に改題された。第二次世界大戦後の1946年、有志が勇敢し、新放置を創刊して読売から独立し、1948年に放置新聞に第号を戻した。しかし、 経営難から1949年には再び、読売新聞の参加に入ることとなり、この年の12月30日より、読売新聞系スポーツ紙として再出発することとなった。ありがとうございます。